皆さんこんにちは、 CSK です。ついに新型アルファードベルファイア発表されましたということで、私は普段レクサス系のチャンネルをやっているんですが、新型ベルファイア、こちらについて以前からずっとね、購入したい、購入するつもりで準備をしてきたので、レクサス車ほどではないんですけれども、まあレクサスオーナーずっとやってきた人間の目線とかですね、そういった形で今後も動画をお届けしていきたいと思います。もちろん普通に考えると、このミニバンっていうのはですね、レクサス車とは競合になりうるものではない、いわゆる乗り換えとかが行われたりする対象にはなりにくいはずなんですけれども、今回の新型アルファベルファイアっていうのは、レクサスを、特に最新世代のレクサスを乗っている方こそですね、セカンドカーとか場合によっては乗り換えも検討するぐらい非常に魅力的な機能とかが含まれています。なので私としてはですね、長年のレクサスオーナー、もしくは今レクサスに乗っている方から見て、この新型アルファードベルファイアってどういうところが良くて、どういうところがすごいのかっていうところを私なりにまとめていきたいなと思っています。おそらくこのアルファードベルファイアの動画はたくさん出ると思います。で、私に関してはベルファイアの Z プレミアムのハイブリッドモデル2区、これを購入したいと思って準備してきましたので、今日はある程度ね、両方被る部分とかの説明にもなるんですけれども、基本的にはベルファイアメインで動画を作っていくことになるかと思うので、よろしくお願いします。それでは早速本編いきましょう。まずはじめにですね、私がなんでこのレクサスのチャンネルでも取り上げるかっていうところに関わるので、通常だったらエクステリア、インテリアすごいねってところからいくと思うんですが、どこがレクサスオーナーから見てもすごいと思ったのか、まあそして最新世代のレクサス RX とか含めて買いたいけど買えない方が一時的にでもアルファードベルファイアに行くんじゃないかと思う機能の部分ですね、ここを簡単に先にサクッと触れていこうかなと思います。私もですね、ミニバンといえば日産のセレナ、ホンダのフリード、そしてトヨタのシエンタ、この3台を所有したことがあります。ミニバンとしての使い勝手がどう進化しているのかっていうところは、まだ発表間もなくて勉強も足りていないので今回は割愛するんですけれども、やっぱりこのレクサスオーナーにも響くであろうっていう一番のところ、これはですね、まずインテリアだと思います。インテリアについては後ほども別で触れますけれども、やっぱり私も車に乗っている時間の中で一番目にするインテリアの満足度、これはね、本当に所有欲に直結すると思っています。ここに対して外装、エクステリアの好みが合えばもう言うことないっていうところなんですけど、見てください、このシート。今映像で流れているのはエグゼクティブパワーシートということで、今回の発売したモデルの中では一番最廉価となるアルファード Z に標準装備されているものであり、ベルファイアの Z プレミアについても同様の形状のシートとなっている。いや、質感高すぎでしょっていうね。まあもちろん鉱石ってところもありますけれども、目いっぱいステッチとかもふんだんにあしらわれててすごいですよね。これだけで乗ってみたい、もしくは家族や知人を乗せてみたいっていう気にさせてくると思います。そして我々運転者にはあまり関係ないんですけれども、レクサスにも付く車種が増えてきている鉱石のシェード、これがですね、パワー3シェードになってるんですって。電動で完全に降りてくるみたいです。まあしかも一番後ろのクォーターガラスかな、そのあたりとかにも全部電動でついていて、これがサンルーフの上の部分も電動で動くと。やはりこういった細かいところにも電動格納っていうものをつければ当然価格が上がってくるので、まさに高級車前としているというか、レクサスでもこんなのついてないですからね。そしてアンビエントライトについてもですね、従来からもともとついた配置みたいではあるんですが、レクサス同様64色のカラーになっていると。夜間の移動時に華やかな車内に純正でできるっていうのは純粋に嬉しいところですよね。いや、しかしこのムーンルーフなのに電動シェードっていうのは本当にレクサス、トヨタとして初めてなのかなっていう感じがしますよね。高級車っぽくていい感じです。まあそしてですね、機能的にレクサスと同等だって言いたいところはここなんですよ。フル液晶メーターなんかはむしろレクサスよりも先に行ってるんですが、右下にあるこのタッチトレーサーオペレーションですね、ベルファイアは標準、 Z はオプションということになるんですけれども、このステアリングスイッチのところに触れただけでヘッドアップディスプレイっていうガラスに投影されるエリア、ここにちゃんと自分がどこを操作してるのかっていうところが出てくるっていう、これがですね、レクサスでも最新のモデル NX、RX、RG にしか今のところ販売しているモデルではついていないんですね。でさらにこれナビゲーションですよ。これもレクサス NX で最初に採用されて、今言った車種3つで搭載されている14インチ型のものがエアコンの操作パネルもそのままに入ってるんですよね。でこれってすごい重要で、この最新世代のレクサスとかトヨタっていうのは基本的に自分のドライバー情報、自宅のところだったり自分のお気に入り設定だったりカスタムした内容っていうのが全て同じ ID でログインするとトヨタレクサス間で共有ができるんですよ。なので極端な話、今レクサスを所有している方はこれを追加で買って自分の ID でログインすれば、細かいナビの設定も含めて全部連携してくれる。ベルファイアでどこかに行ったらその履歴がそのままレクサス NX とか RX にも同期されるので、この間行ったところって移動できるっていう、そういうメリットも出てくるんですよね。っていうかもう本当まんまレクサスのナビはめただけじゃんぐらいの感じでやってきたのは正直驚きですね。
まあ正直この14インチナビはですね、このエアコンパネルのところがちょっと液晶でこう使われちゃってるせいで、映像とかを投影した時には全画面表示ちょっと難ありとかっていうのはあるんですけど、でもですね、地図とか純粋に使いたいものが大画面で見れるっていうのはすごい便利なので、こういったタッチトレーサーオペレーションやナビゲーションっていうだけでも、もうほぼレクサスじゃんっていう風に最新世代のレクサスを持ってる方、もしくはそれが今手に入らない方は味わうことができてしまうと思います。そしてこれに加えて、今回動画とか資料であんまり出ていないんですけれども、運転支援ですね、 ADAS という言い方をして私はよくチャンネルの中で言ってるんですけども、これもですね、最新のレクサスと同等の基準に底上げが図られています。アルファードベルファイアっていうのはもともとですね、1個前のモデルのマイナーチェンジの時に初めてレーントレーシングアシストといういわゆる半自動運転のような、手を添えとくだけでステアリング操作自動でできるよっていうものの新しい世代になったモデルだったんですよね。なので現行のアルファードベルファイアオーナーさんっていうのはそれでも十分良かったと感じてると思うんですが、今の最新世代はですね、このレーントレーシングアシストとかの精度がレベルが全く違います。本当の意味で半自動運転でしょって言えるほどの制御レベル、そして何よりも他のメーカーに比べても優れてるところとしては、それが使える範囲エリアっていうのはとても広いんですね。メーカーとしては自動車専用道路、高速道路だけということは言ってはいるんですけれども、正直ほとんどの一般道で使えちゃいます。でこれって当たり前のようでとってもすごいことで、機能が起動したらすごいよっていうメーカーさん他にもありますけれども、そもそも車線が細すぎるとか、車線が薄くなっててガードレールとかの認識だけじゃうまくできないということで、結構ですね、弾かれちゃったり使えないっていうことがあります。でもこれが最新のレクサス NX から始まった世代のものでは非常に広い範囲で使えてしまうので本当に楽なんですよ。しかもこのクルーズ系のスイッチっていうのは今まで主電源オンにした後セットボタンを押してとかすごい煩わしかったんですけれども、レクサス NX からはワンボタンですぐに起動解除ができるようになったので、かなり幅広い方でも使用ができますし、その味付けもですね、機械が無理やりこう制御するみたいな感じが全然ないので、レクサス NX オーナーさんも初めてこういう高度な支援技術がついた車買ったよっていう方もですね、納車したその日からガンガン使える。でこれによって運転が楽になって、今まで行けなかった400キロ500キロ先のところまで旅行に行けるようになったよみたいな話よく聞くんですよね。この新型アルファードベルファイアなんて移動するにはもってこいの快適性を備えてるわけだと思いますから、ここにこの最新世代の ADAS だったりね、先ほどのドライバー向けのタッチトレーサーオペレーションとかも備わってくるとなると、サイズさえ許せば結構無敵の車になると思います。なのでこれはね、非常に売れるっていうのはもう分かりきったことなんじゃないかなと思います。続いてはですね、それぞれのエクステリア見ていきたいと思います。まずはアルファードからですね。皆さん、率直な意見として最初に見たイメージどうでしたでしょうか？私はですね、一番最初にパッと見たときは、アルファードの方が好みでした。というか、フロントマスクはアルファード、リアはベルファイアが好みかなというのが率直な印象です。レクサスオーナー、まあそして私個人の意見でいくと、やっぱり外装にですね、樹脂パーツが多く散りばめられていたり、なんかちょっと安っぽいなというところがあると少し萎えてしまうところがあるんですけれども、今回のアルファード、ベルファイア、ともにですね、そういったところ全くないですよね。今出てたヘッドライトなんかも、いわゆるレクサスと同じような多眼タイプ、三眼で、しかもアダプティブハイビームシステムという自動のハイビームも最上位のものが装着されていると。で、リアのテールランプなんかすごいですよね。近未来的な感じがします。今までのアルファードとは全く異なるデザインですし、そもそも同じようなテールランプの車ってあんまり思い当たらないので、存在感は抜群でしょうね。まあそして動画もインテリアのね、内容に切り替わってるのにインテリアも触れますが、いやー、上質ですよね。これはアルファードの場合、一番買いやすい Z グレードがブラックしか選択できないので、エグゼクティブラウンジというかなり高額なモデルで選べるベージュカラーの内装になってるわけですけど、いや本当にザ高級車っていうところが惜しげもなく、いろんなとこに散りばめられてますよね。さすがにエグゼクティブラウンジは買えないですけど、これ買ったオーナーさんの満足度は非常に高いなっていうのは、まあ想像するのはたやすいなと思います。いや、アルファードのデザインかっこいいですよね。アルファードにも Z プレミアがあって内装のサンセットブラウンが選べたら、私アルファードに行ってた可能性も十分あったなと感じています。さあ、それでは私の大本命ベルファイア見ていきたいと思います。こちらのデザインも皆様どう感じましたでしょうか？私はね、一番最初見た時、フロントはね、なんかノアと似てるなというか、他の車のラインと結構表情似てるんじゃないかなっていう印象を受けました。刷新された新しい顔だなっていうよりは、どことなくなんか見たことある顔だなっていう印象でしたね。
でも見れば見るほど、うん、ありなんじゃないかって思ってきましたし、アルファードに比べてちょっとデイライトの存在感弱めかなとも思ったんですが、私シームレスなタイプの方が好きだっていうところもありますし、シーケンシャルのね LED も綺麗に光ってたので、あ、結果いいのかなっていう風に今は受け止めています。サイドシルエットはね、アルファードともほぼほぼ同等ですが、いや、いいですよね。特に鉱石のところが結構上に跳ね上がってて、視界もちょっと妨げてた部分っていうのが現実的なところまで下げられてていいなと思いましたし、サイドにも車両エンブレムが配置されてるんですね。まあ、フロントのエンブレム変えた方がかっこいいような気もしますけど、これも一つありなのかもしれません。で、テールランプについて私でこっちの方がすごい好きかもしれない。アルファードほど刷新された感はないかもしれないですけど、やっぱり一文字好きだし、このデザインがシンプルにかっこいいなと思っています。インテリアの仕組み自体はですね、アルファードと何も変わらないというところはあるんですけれども、こうやってブラックの内装で見てみても、なんか上質感ありますよね。特に至るところにステッチが施されて、合皮張りの面積も多いじゃないですか。これってやっぱ結構コストがかかるので、最近正直レクサスでもそういったところっていうのは省きつつあるんですよね。だからまあ私はどっちかっていうと分かりやすい高級感の方が好きなので、こういう路線の方が好みなんですよ。だからね、すごくいいなと思いましたし、今回動画素材としては用意されてないんですが、やっぱり私がベルファイアを選択した一番の理由、新色のサンセットブラウン、これが専用インテリアカラーとしてベルファイアにあったからと言えそうです。いや、どうですかこのインテリア、めちゃくちゃ高級感ありますよね。これならね、普段レクサスに乗ってる、もしくは乗り続けてきたよっていう方にも十分満足させられるぐらいのラグジュアリー感はあると思いますよね。このあたりはもちろん好みもあるし、ベージュの方がいいっていう方もいらっしゃると思いますけど、やっぱり近年このブラウン内装っていうのは非常に人気が高いですし、私も何か一色だけカラーを選択しろって言われたらブラウン内装推しなんですよね。だからこれが選べるだけでもベルファイア行きたいってなる、まあ、そんな魅力があると思います。別の動画を見てると ETC は外付けっぽくて残念かなと思っていましたが、この Z プレミアのベルファイアを見るとちゃんとビルトイン型になってますよね。まあ、こういう細かい気遣いというか利便性のところもプレミアムカークラスと同等に仕上げられているので、本当にねレクサスから移行しても全然不満がないような気がしますよね。まあ、もちろんレクサスはすっきりと奥深い走りということで、走行性能に最近は振ってる部分もありますから、必ずしも内外装もしくは機能面がいいからといってイコールにはならないんですが、まあでも魅力的な一台となることは間違いないし、お値段も正直レクサス価格と同等になってきてると言えるんじゃないかなと思います。そうそう、エクステリアということでいけば重要な問題があって、これボディカラーのところなんですよね。今回なんとベルファイアに関しては2色、ホワイトとブラックだけの展開になっていて、アルファードもブロンズカラーが追加されてるだけの3色展開になっています。私はベルファイアなので黒か白か純粋に選ぶということになるんですが、そもそもこのボディサイズのブラックカラーってかなりケアが大変だと思うんですよ。私も今ですね、新型の RX500H で初めてブラックカラーの新車を購入しているんですけれども、グラファイホワイトブラックガラスフレークというラメのようなものがたくさん入っている塗料なので、傷が目立ちにくいブラックと言われています。だからなんとか手洗い洗車で綺麗に保てているんですけれども、今回のベルファイアのブラックは本当完全にソリッドカラーのブラックっていうことなので、正直線傷とか光に当たった時に反射して見える傷なんていうのは諦めるしかないと多数の方が言ってらっしゃるので、おとなしく黒じゃなくて白にしたいんですけど、やっぱねかっこいいしシンプルにいいなって思うのは黒なんですよ。じゃあなんで白を選択することに悩んでるのかっていうところなんですけど、まあ、まずこれですね、今出ているのはエグゼクティブラウンジのベルファイアになっています。フロントどうですか？正直白の面積ほぼなくなってますよね、グリル周り。そうなんですよ、やっぱりこう最近流行りのというかプレデターグリルなんて言われたりしますけれども、ちょっと黒の面積とかボディカラーじゃない面積の方が圧倒的な割合を占めてるので、それがちょっとどこまで好みになれるんだろうかっていうところが一つあります。でもう一つはこれエグゼクティブラウンジなので、私が買おうと思っている Z プレミアではこれ見た目変わるんですね。その Z プレミアのホワイトカラーのバージョンがこちらです。はい、違いが分かりましたでしょうか。ちょっと交互に出してみますね。これが通常というかエグゼクティブラウンジのベルファイア、そしてこちらが Z プレミア。もう一回言ってみます。これがエグゼクティブラウンジで、これが Z プレミアです。だいぶ印象変わりますよね。Z プレミアはですね、基本的に内外装が特別なパッケージになっているような印象となっていて、まずフロントグリルですね、これがですね、このメッキのところが漆黒メッキでダークタイプになっていて、その隙間のグリルのところも通常ガンメタ塗装のところがツヤありのブラック塗装になっているようです。これについてはですね、ヘッドライト横のヘッドランプカバーっていうところも同じようなブラック、ツヤありになっていて、全体的にブラックで締まった印象になるんですよね。だから先ほどのエグゼクティブラウンジみたいなシルバーが入っていて、フロントがね、白、黒、シルバーってなってる感じよりは、もう全体的にブラックみたいな印象になるので、ホワイトカラーとは、まあ良くも悪くも目立つような感じになってくると。
もちろんリアもサイドも差別化図られてますが、特にリアに関してはですね、このウィンドウの縁のシルバーの部分、ここが漆黒メッキになってブラック感が出されるっていうところ、あとはアウトサイドドアハンドル、つまりハンドルの部分ですね、ドアを開けるところの取っ手の部分、ここが通常のエグゼクティブラウンジはメッキタイプなんですけれども、ボディ同色になると。だからブラックカラーを選択した時は本当完全なブラックになるというところですよね。あとさらにはですね、専用装備となっているこのホイール。これもね、見た目が一番私ホイールの中で好きなんですよ。まあ、エグゼクティブラウンジで選べるような新型クラウンと似ているテイストのデザインのホイール、あれもすごくかっこいいと思うんですけれども、アルファードの Z で選べるようなものよりはこういったスポークがね、細くて細かいデザインの方が好きなので、単純にこれいいなと思ってます。ただブラックホイールなんでホワイトボディと組み合わせると、まあ、これも結構まあ、違和感とは言わないんですけど、存在感があるなというところが悩みの種かなと思います。ベルファイアがいいな、買おうかなって思ってる皆さん、どっちのボディカラーがいいと思いますか？いや、まあこれについてはね、そもそも買えるか問題っていうところありますよね。私もまあかなり前ですよね、もう去年の頭ぐらいからですかね、ずっと買います。でベルファイアアルファードあるってなった時にはベルファイアかなと。特にブラウン内装があるっていう話が出始めたあたりから、それが本当だったらブラウンが選べる方を買います、ベルファイア買いますみたいな感じでやってました。で実際今日ですね、発表された当日、実はまだ担当さんからご連絡は来てないです。厳密に言うと連絡来てるんですけど、着信の折り返しに出れなかったので、そのまま詳細が分かっていません。なんかまあいろんな話出てますよね。なんかもうとっくに抽選とか、そもそも買える人とかっていうのは限られてるよっていうところもあれば、この情報がオープンになってからどうなるっていうところもあるかと思います。私はもともとトヨタ車を買ったことがあるお店とか、お付き合いのある、もしくは知り合い系のところとかで、いろいろ事前に話はしていて、最終どこで購入できるかっていうのはちょっと分からないので、これだけ言っておきながら購入できなかったとなれば、まあ、急に動画のトーンが落ちることになるんじゃないかなと思いますけれども、今週中にどこかで契約に行かないとダメっていう情報もあればですね、来月まで純粋に抽選で待つっていう情報もあったりするので、このあたりはですね、この後来る連絡に従って買えるのか買えないのか含めてどうなるかなと思っています。ちなみに近くのお店とかに試乗車があるのかなと思って、全くやり取りしない店舗さんに普通に聞いたんですけど、今からの完全な新規お問い合わせだと来年の8月以降って言ってましたかね。つまり今年の枠っていう枠と来年の8月までの枠っていうのが2つあるようで、その2つの枠は事前に声かけとか商談してる人たちでも終わってると。なのでこれから声かけしようとしたところで来年の8月以降ってことになるので、最短でも1年以上待ちみたいな案内になるような感じみたいですね。だから私がどうなるかも含めてですが、皆さんもぜひ結果どうだったのかシェアしていただければと思います。私のチャンネルは基本的にメインがレクサスということもあるので、アルファードウェルファイアばっかり取り上げるってことは今後もないということにはなるんですが、私が購入するもしくは検討している車に関してはあまり関係なく取り上げていきます。新型アルファードベルファイアに関してもこの後情報いろいろ見たりとか整理してった上でシェアしたいな、いいなって思うところがあったらまた動画にさせていただこうと思いますので、この2つの車種が気になっている方、特にベルファイアが気になっている方、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。